逆転中で、素材や経路などのビジュアル的な楽しみ。先ほど私は、時代劇の歴史的な事実を忠実に基づくと申し上げました。少年時代は、現在の今の時代と一番近い王朝時代なんです。で、他の時代より、歴史資料が多く残されているし、で、韓国はですね、大変、コンテンツ産業と言われますが、映画であるとか、さまざまな芸術、芸能について力を入れている国です。ぜひですね、この完成度の高い、質の高い、芸術である、韓国の映画、王になった男、これを見ながら、韓国に対する理解を深める大きなきっかけになればいいなというふうに思っております。大阪大学の方で文化部研究所とですね、文化院では韓国 の、 映画をちょっとご紹介できる機会を設けようと思いまして、このような機会を設けました。短い時間ではありますけれども、この映画の中を通して韓国の文化を理解していただければと思います。そのようにですね、今回はイ・ビョンホンが出ている映画で、日本でも有名な映画ですけれども、この映画を見ていただきまして、韓国のこういう演劇的な、これは映画ですけれども、潜在力の素晴らしさを感じ取っていただけたらいいかなというふうに思います。韓国文化院と大阪大学がこういう上映会をするのは初めてのことでございますけれども、これを機会に大阪大学と韓国文化院の間でますます の、 協力関係を作っていくことができたら嬉しく上映を思っております。映画はとても面白かったです。今まで知らなかったその朝鮮の宮廷についてすごいよく分かったので、それはとても良かったと思います。ありがとうございます。私は 彼の映画の中でこの映画が一番好きです。なので今日も2度目だけど見に来たんですけども、いい本だけど、本当説明があったおかげですごくよく分かって、より一層好きになりました。今勉強してるので見ようかなとは思います。あんまり今まだ見たことないですけど、今から頑張っていっぱい見て勉強しようと思います。